はい、私到着しました。最後の目的地、遠かった、意外と。栃木のね、芳賀にある天満宮から、こちら茨城県の常総市三街道にある、天満宮に来ました。今日は天満宮巡りになってますね。パワースポット目指してきたんですが、なんででしょうね、牛の神様をちょっと触りたいってことで千恵さんと来たんですが、どちらも名前が天満宮でした。なんかあるんでしょうね、天満宮っていうのは、こう牛さんの神様があるみたいなね、あるんだと思いますが、それではじゃあ一番最初の鳥居がここに来ました。三街道天満宮来ましたよ。あ、早速牛さんが見える。ペコリンチョと。いやー素晴らしい。いやー三街道天満宮ってね、全然知らなかったですけど、いい場所ですね。はい、だいぶ変わった絵ですね。ちえさんがなんか喋ってますね。いい感じですね。私左手。それだったら洗いましょう。左手。来ました。はい、牛さんです。会いたかった牛さんに会いましたね、ちえさんね。本日。どうぞどうぞ。来ましたよ。暑いですね今日は。来ました。会いたかったんです。私あなた様に。立派な体をしてくれますね。素晴らしい。なで牛さんではないのかな。ではないみたいですけど、はい、私もじゃあちょんちょんと入れて。どうもです、ちえさんは牛年に生まれたんですよ。よろしくお願いしますね。ではすいませんが行ってみますよ。よいしょ。払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、避け合いたまえ、払いたまえ、守りたまえ、清めたまえ、避け合いたまえ、払いたまえ、守りたまえ、清めたまえ、避け合いたまえ。あら、美しいですね、これ。これは見物です。来るならばここから来たかった。なんか美しい。
いい景色です。まあ他の国にはない景色ですね。日本って感じですね。あそこには大谷石の蔵があっていい感じです。はい、ではね、本日は、三津街道の、天満宮、三津街道天満宮で、パワースポット巡り終了させていただきたいと思います。いやー、いいとこでした。ちょっとね、長い旅でしたが、この後もちえさんと少し、そうですね、いろいろと買い物などしながら帰ってみたいと思います。それでは、NTM ラダーフレームチャンネルですが、チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。今日はね、牛さんのパワースポット、ね、巡りで、終了となりますが、このようなね、パワースポット巡り旅にもね、たまにやっていくんで、よろしかったらチャンネル登録の方もお願いします。それではまた、グッドラダーフレーム。